one of the only countries in the world with more than 33,000 long-established businesses that have been in operation for more than 100 years. The head of the company talks about the five inner secrets that make a long-established shop a long-established shop.いらっしゃいませ。創業天保元年、あんこう料理専門店伊勢源の7代目当主、立川博之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。最初は土壌で創業いたしましたが、3代前の4代目があんこに関してもこの神田っ子の口に合う形でお出ししましたところ、とても受けが良くて現在に至っておりますね。老舗ってね、なんかやり方変えないとかね、結構ありますけども、新たな、一品料理ですとか、提供の仕方っていうのを、こう創作することで、その付加価値をみんなでこう共有 し合うというのが、まあ、自分としては楽しいかなと思いますね。たまあんまん食べた時に中身もあんこを使ったもので、まあ、お出汁もできるし名前も面白いかなと思って、ちょっとしたお土産とか差し入れとかに、まあ、喜ばれてますよね。まあ、なんか新しいことをやるっていうのはワクワクして楽しいですね。特に多く仕入れさせていただいているのは、北海道青森、その中でも、青森の風間浦村のあんこうは、まあ、一品ですので、水揚げされる時の水圧の変化であんこうってとても疲弊してしまうんですよね。魚の活動エネルギーがこの旨味の源泉となりますので、一度その活動エネルギーを回復させてあげるという工程が旨味を引き出す、また生でお刺しするという、ことにおいては重要になってきます。ですので、生きたまま水揚げされた疲弊したアンコウを一度生けすに泳がせてあげて、大体2日から3日ぐらい、十分に安静にして体力の回復したところで、活締め処理をして送ってもらっております。もう江戸時代から確立されている、まあ、吊るし切りという方法でして、衛生面と効率性を考えると一番いいです。これがあん肝になります。肝臓ですね。胃袋です。湯がくことで
臭みの原因となるぬめりがですね、あのタンパク質の凝固としてこう出てくるので、こうそれをこう取ってあげる、こういう膜とかも召し上がっていただく上では雑味になりますので外しますね。ではこうあの一腹全体をこうあの丸ごと蒸し上げまして、肝の周りの部分ですね、ちょっと酸化しやすかったりとか雑味の部分も含まれてしまいますので、中心部分を使うというのがですね、これはもうあんこ鍋で始めた頃からやってると思いますね。割り下も、当主のみ、受け継がれて、現当主が責任を持ってこう、毎日取るというのが、教えの一つではありまして、私も父から教わって、今現在取ってますね。ベースは昆布、ガツオ、だしになりますけれども、ちょっと思い描く味と違うなって時もありますし、ですのでレシピの部分に関してはもう2割ぐらい、残り8割ぐらいは取り方、作り方ですよね、に、よるところだと思っています。理想の味っていうのはやっぱり自分が小さい頃から食して、慣れ親しんだ味にだと、確信してますので、ですのでその味をこれからも守っていきたいと思いますし、来てくださるお客様にも、変わらないねって、懐かしいねって、言ってもらえる、店でありたいなと思いますね。北海道の方に、伺わせてもらった時に、夏でも結構安定的に水揚げあるんですよね。肝とか、大きな白身の部分はですね、有効利用されてますけれども、それ以外の頭とかヒレとか胃袋とかに関しては全く有効利用されてないというような状況も知りまして、何かこうできないかなとも思いまして、北海道にもですね、この度こうあんこの加工場を設けることにしまして、あんこの加工品も、作っていきたいなと思っていますね。あんこを無駄にしたくない、あとはあんこの魅力を伝えたい、あんこを一番思う店でありたいなと思いますね。生産者さんの方がいらして、お取引先さんがいらして、来てくださるお客様がいらして、一緒に働くスタッフのみんながいて、で店を構えるこの町会があって、本当にいろんな方の支えの中で商売させていただいておりますので、周りの損失が自分の利益っていうのはあんまり継続性がないとは思ってますので、日々の支え合いというかがよりこう信頼を生みますし、それがあるからこそこう、商売への情熱がまた湧き出るというか、だから15年前よりも今の方が商売やって楽しいし、いい形でね、こう次バトンを渡せたらいいなと思いますね。